はい、えー、今回はですね、今年の秋、来月とか再来月にあると言われている、えー、解散総選挙かな、解散じゃなくてもね、自民の総裁選がありますね、まああの、岸田総理が続投しないということを明言されてますので、新しい総理総裁が生まれる見通しなんですけども、その中でね、1位が43歳、小泉進次郎ということで、まあ、非常にがっくりするところはあります。だからといって、他の候補がこれがいいっていうのはね、自民党の中にないんですよね。 まあ増税して、国民負担を増やして、戦争に向かっていく、こんな絶望的な政策しか打たない自民党です、で刷新刷新って言って、何回言ってるんだと、刷新して、さらに悪くなっている、その繰り返しなんでね、もう本当にがっくりくるわけなんですけども、自民党なんか、もう早く解散してくれと、裏金どうなってんだと、お前らこの野郎っていうところなんですけども、ぼーっとしたない小泉氏が、最も無害で無益なのかなと思いますけども、 まあ、インターバルを置くにはいい総理なのかなという気がしないでもないです。ただし、小泉総理、外交をする単力も努力もできてないとは思うんで、まあ、サーフィンでも乗ってね、レジ袋でも、あのー、有料化にしてくれってとこなんですけども、だからといってね、2番目の石破茂、この方ももう時代遅れで終わってますからね、なんとも言えませんね、あのケチをつけようと思うわけではないんですけども、いいところがないんですよ、まず。どうしましょうって話なんですよね。 まあその中には、自民党は本当に、まあ、金太郎みたいに、誰を切っても顔が違うだけでやること一緒みたいなね、うんまあ、の踊り子変わっても振り付け同じっていう、後ろで糸を引く人が同じである以上、それはもうどうしようもないのかなと思います。そんな中で私が思うのは、青山春彦さんなんですよね。昨年の10月に誰よりも早く総理になることを明言して、えー、数々のね、 インターネットメディアででされてきてきいるんですけどもただ、今回みたいな総理総裁選になっても、どこを見ても青山春彦さんの姿は見えない、つまりメディアで黙殺しているというところで、自民党の中にもね、こういった腐った風が吹いているところ、そこに立ち向かってくださっているのが、我々に最も国民目線、近い青山春彦さんなのかなと思います。まあででもも自民党にねねいいるかという理由で私もこの人を 一定信頼でできないところはあるんですけども、まあ、それでもねやっぱりこう派閥を持たずにパーティーもせずにもうあらゆる組織から離れて個人の活動でここまで自民党に立てついてくだすってるところは、まあ、一定評価したいなと思いますただし本気で立てついてるからこそこういう時にチャンスが平等に回ってこないってことを考えるとなんとも自民党の鎖具合にね 本当に困ったもんだなと思わざるを得ないかなというところでございますはい今回は以上ですけども一応記事読んでみましょうか日経新聞社ねこれは財務省のお抱え報道機関でございますやらせですテレビ東京ここも同じです岸田総理の退陣表明を受けて2122に緊急世論調査をした世論調査もインチキな評価ですね 事実上の総理となる次の自民党総裁にふさわしい人を聞くと、小泉進次郎がどうふさわしいんでしょうか何をやったからふさわしいんでしょうか悪いことを未だにやってないからなんでしょうかなんということだと思わざるを得ないです。総理が小泉進次郎になって消費税が減るんでしょうか国民負担が減るんでしょうか戦争災害のリスクが減るんでしょうか能登半島復興に何かやってくれるんでしょうか 水俣病患者に対して何かね、償いをしてくれるんでしょうか。いや、もう本当にね、がっくりきますよね。なんでこうね、なんですか、なりすましい国会議員が自民党多いんですかね。もう外国人ばっかりですよ。自民党、それから宗教団体、悪党、統一教会ばっかりですよ。ちょっと横見では創価学会、公明党ばかりですよ。 うーんこの日本がこうやってね乗っ取られていくところを私たちは見ていくしかないんでしょうかがっくりがっくりですよいってらっしゃい